クレー軍はアメリカ合衆国テネシー州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7861人であり、2000年の7976人から1.4%減少した。軍庁所在地は唯一の法人化都市でもある、セライナ市である。クレー軍は1870年に設立され、軍名は19世紀に、 ケンタッキー州選出アメリカ合衆国上院議員とアメリカ合衆国国務長官を務めたヘンリー・クレイにちなんで名付けられた。クレイ軍は1870年にジャクソン軍とオーバートン軍の一部を合わせて設立された。国際連合の父とも呼ばれるコーデル・ハルが初めて開いた弁護士事務所が軍内にあり、現在は博物館になっている。 クレー軍の初期住人は農業を行い、カンバーランド地域の主要輸送手段だったカンバーランド、川を交通の中心にした。地元の作物や家畜を大きな市場に運ぶために、軍全体に多くのドックや渡し船があった。1800年代から1900年代を通じて、製材業が主要な雇用種であり、今日でも雇用を続けている。タバコが1900年代を通じて、 重要な作物となり、古いタバコナヤンが今でも立っている。政府の補助金がなくなり、国際競争も激しくなったので、タバコを栽培する農家がほとんどいなくなった。現在では、牛とトウモロコシが主要作物である。南北戦争の時、カンバーランド側で補給物資を積んだ橋家を動かすために、その支配をめぐって多くの小競り合いが起こった。地域の町は、 その支持する側で分裂し、多くの家族が内部で不安になった。この頃の敵意が今日でも残っていることがある。セライナ市は、OB 側とカンバーランド側の合流点にあり、ナッシュビルとケンタッキー州、バーンサイドの間では、蒸気船時代の主要港だった。現在のセライナに、船着き場は残っていないが、道路で南北をつなぐ位置にある。バトラー家が所有し運営するバトラーの船着き場が、 大型倉庫と共に使われていた。クレイ軍最初の軍政委員会は、1871年3月6日に、バトラーの船着き場のある川に近い店舗で開催された。バトラーの船着き場が、軍庁所在地になるところだったが、セライナが住民投票の僅差で選定された。クレイ軍は、田園部にあり、4車線の高規格道路もなかったことから、 地域の発展が阻害され、企業を呼べなかった。このことで、州内でも高い失業率が続き、教育を受けた若者も、就職機会がなく、外部に出ていくことになった。ハナニア・リンカーンは、軍内、ティズリーボートムーに近い墓地に埋葬されている。ハナニアは、エーブラハム・リンカーンの重低おじにあたる。その長男は、トマスと名付けられた。リンカーン大統領の父も、 トマス・リン・カーンであり、二人のトマス・リン・カーンが1798年から1814年まで25年間もケンタッキー州に住んでいたことになり、テネシー州とケンタッキー州の住民は、ハナニアの息子と大統領の父を混同することが多い。また、ハナニアを大統領の父方の祖父と混同することもある。クレー軍の修道53号線沿いには、ハナニアを 大統領の父方祖父とするのが間違いであると書かれた歴史標識がある。ハナニアとその息子はケンタッキー州カンバーランド郡のメシャッククリーク地域に住んでいた。1799年、マーサジーとハナニアの息子のトマスが結婚した。リンカーン大統領の父のトマスは1806年にケンタッキー州ワシントン郡でナンシー・ハンクスと結婚した。 現在のクレー軍はかつてカンバーランド軍の最南部にあった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は259平方マイルであり、このうち陸地236平方マイル、水域は23平方マイルで、水域率は8.93%である。カンバーランド側が軍の中央を北から南に流れ、デールホロー湖から、 世イなしを通って流れる OB 川がこれに注いでいる。デールホローコが群島部の大半を占めている。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。